はい、さい、おはようございます。はい、始まりました。嘘のような本当の和の時間ですね。はいはい、時刻はね、9時30分を回りましたけれども、お元気でしょうか。寒いね、寒い寒い。はいはい、縮こまってないで、ボリュームちょっと大きめにね、今日も素敵な、お話、素敵なゲストをね、お迎えして、うそーみたいな、ね、びっくりするな、それ、本当の話っていうツッコミをラジオを聴きの皆さんからもらいたいなと思います。はい、私はパーソナリティの土井秀人と申します。ね、そのツッコミの内容はメールアドレス797@fmginowan.com、ね。こちらにバシバシと送ってくださいね。はい、この番組は YouTube ライブ、それからね、ホームページから、見れます。サーマル放送として、アプリのニスラジとかね、マイチューナーレディオダウンロードで聞けちゃいますので、ぜひぜひよかったら毎週聞いてくださいね。というわけで、はい、今週も素敵なゲスト、はい、まずはね、定番W.O. イースト東京から、今回今週は東京からかな、どっかからか、もとには日本中飛び回ってます。はい、ドクター水素ボトルの北条正弘さんです。おはようございます。はい、おはようございます。はいはいね、寒いですね。沖縄は暖かいですかね。沖縄暖かいですけどね。あの来週から北海道ですね。あ、いや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 、今日さすがに狩り牛ウェアじゃないですもんね。さすがにね。沖縄もそうです、確かに最も寒い季節ね。はい、そんな中、とてもあったかい方をお迎えしております。で、はい、宜野湾といえば、ね、もう有名、三国株式会社から、ね、謙虚な糸数森尾代表、ね、お越しいただいてますが、おはようございます。あ、おはようございます、いつもお元気、糸数さん。はい、今週よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではね、糸数さんのちょっとご紹介なんですけど、やはりもうね、こちら、FM 宜野湾でももう長い間放送をね、担当されてたと、ラジオ番組をお持ちでしたこともあり、もう私が死ぬものというよりはね、ちょっとあの会社の、内容といいますか、はい、どんなことをされておられるんでしょうか。はい、私のは三国グループというグループ会社なんですけども、三国株式会社っていう会社は、お墓の霊園の経営であるとか、あと、墓じまいであるとか、そういったお墓に関することですね、をさせていただいています。あともう一つ、三国の未来っていう、これ合同会社なんですけども、それは、今、今年から大きく動くんですけども、身元保証であるとか就活とか、そういったものの人間 の生きる生きてる時の就活の問題から、亡くなった後、そしてお墓までですね、それを一元的に、させていただいている会社です。ああ、はい、もう唯一無二というかね、会社というか事業形態だと思うんですけれども、そもそも原点といいますか、はい、いろんなこうね、糸数社長のこう反省の中、なぜこのお仕事、なぜ、うん、はいはい、私はですね、1分ぐらいで話すね。ああ、全然もう。ね、自分は、28ぐらいから、ずっとこう学校卒業して、事業創業してたんですけど、43ぐらいの時に、ある日、本当に過労性うつ病っていうですね、突然、前日までは、僕はずっと長距離のロードレースをやってたので、前日は280キロぐらいの自転車レースを終えてですね、帰ってきて、その頃は私、妻と息子がいたんですけども、普通にやってたらですね、翌朝から体が合格になって、そのまま植物人間状態に近いぐらいで、病に伏したっていうことがあってですね、その中で、経営してた会社を、清算して、残ったのは借金8000万ぐらいと、あと、何ですかね、まあ、病気とかですね、家庭の崩壊とか、そういうのを経験したんですね。その中で、もちろん自殺の失敗であるとかですね、いろいろあったんですけども、私はもともとクリスチャンなので、神様に祈った時に、
もともと僕は専門がマーケティングというのをずっとあのメーカーでもやってたので、神様にひざまずいてこう祈った時に、もう今、もうほとんどもあの、なんていうか就労不能というあの医者がですね、だったので、もうその間、5年間ぐらいずっとおしめをしたりとか、あの時最初は障害1級ですねっていうものから2級、障害2級っていうの長くなってたんですけども、その中でもう一度あの人生をリセットして、お祈りしてた時に、で私は、その時今までずっと走り続けてきたので、一回もあの全てなくなったので、自分がなぜ経営をしたいかったっていう原点が、教会とかあの神様に、経済的なサポートをしたいっていうのが一番あったんですね。それでもう一回じゃあ私は直接神学校っていう牧師になる学校に通信で行きましてですね、その時に、神様って、私はこれからの人生は、もう家庭もないし奥さんもいないので、あなたのために行きますっていうことで祈ったらですね、不思議な方法で神様が、このお墓の仕事をあの導いてくださったっていう感じですね。だから何の一度も勤めたこともないし、本当にあのそういうのないんですけども、このお墓の業界に、で私またあの新参者で何も分からなかったんですけども、神様が不思議な方法でここまで導いてくださって、今年は大体、まあ、うちはあの社員は大体 4,5 名しかいないんですけども、今期は多分6億か7億ぐらいですかね、ちょっとあちゃこはいかないかなぐらいの企業、6億ぐらいは多分いくと思うんですけども、全くあの分からない中で、神様がスタートさせたっていう感じですかね。不思議でしょ。本当にですね。そうそうそう、いやいやいや、もう、そんじょそこなのではない使命感というか、お持ちでね、ご活躍されておる場面を、しもべですからね。いやいやいやね、素晴らしいお仕事です ね, ね, ね、もう人様のね、天の役に立つ、はい、この辺がとてもキーワードかなと思うんですけど、はい、はい、ちょっと一旦 CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 ね、嘘のような本当の和のお時間でございますがね、私、土井秀人がお届けしております。今日ねゲストに糸数さんね、三国株式会社、グループの方から来ていただいてるんですが、私もねちょこちょこお邪魔なきようにと言いながら毎週のようにお邪魔してるんであれですけども、はい、バルナバハウスというね、まあ社屋というんでしょうか、ハウスがございますね、はいはい、御社の敷地内に、うん、そちらではまあどういった。そうですね、バルナバハウスっていうのは慰め励ましの家っていう名前ですけども、世の中教会はいっぱいありますよね。ただ私は、長い間過労性うつ病を患っていたので、教会に行きたくても敷居が高い方々とか、うん、私去年、ありがたいことに8000万ぐらい の, 負債を全て完済することができたんですけど、教会ででもなかなか話できない多重債務のこととか、うつ病をどうしたらいいかとか、そういったものをだいたい昼の2時ぐらいからですね、コーヒータイムをしながらだらっと話しながら、まったりとこう聖書の話を聞いたり、音楽賛美歌を歌ったりっていうような、本当に泊まり木みたいなですね、そういうゆったり。私うつ病長くやってて分かったんですけど、午前中薬を飲んでいたりするので起ききらないんですね、体がだれてるので。それで2時か3時ぐらいになるとよっからよっからって出るので、そこはだからそういう元気な人たちじゃなくて、ちょっとこう病を持ってるとかそういう
多重債務を持ってるとか、そういう人たちが集まって、あの私牧師である経営者でもあるので、この債務 の方法、例えば銀行関係に一緒に行ったり、広告会社さん行ったり、保証協会さん行ったりとかしてですね、債務のリスケジュールをお手伝いしたりとか、そういったことをやりながらいますね。あともう一つ大きいのは、私専門が看取りという人が死んでやって、今も2人看取りの、もう一人も今週か来週ぐらい103歳の方で天に召されますけど、そういうところに行ってお祈りしてあげて、賛美歌を歌って、伝道イエス様の話をするっていう、そこの一つの拠点ですね、就活の場所でもあるんですけども、そういうのをまったりとやってる社屋なんですね、はい、憩いの場、これもまた素晴らしいですし、バルナバフードバンクといって、あ、フードバンク ね、やはりちょっと貧困といいますか、本当に残念なのか、非常に困っている方々をね、お助けしたいという、もうそんな糸勝社長に、糸勝さんにちょっと私も惚れ込んでしまいまして、通い詰めてるんですけども、今年まあね、始まったばっかりなんですが、去年なんかちょっといいことがあったみたいな話を聞きましてね、ね、出会いが一つの、結構求めていらっしゃるじゃないですか、はい、心の中でどこか、そうですね、ね、ようやくちょっと私も今日スタジオね、これ今ラジオの聞きの皆さん、明るいところにいるんですが、もうお肌ツヤがどこまでテカってるんですけど、北条さん2ヶ月ぶりくらいですかね。そうです ね、ありがとうございます、ね、はい、いや、はい、お変わりになられてちょっとびっくりみたいな感じなんですけど、水槽ね、はい、ボトルの、お花からちょっとね、はい、を、はい、もう2ヶ月ぐらいになりますかね。そうですね、2ヶ月ぐらいですね。なんか変化というか。そうですね、僕最初土井さんからお聞きした時に、はい、ちょっと私やっぱり長い間闘病してたので、うん、ものすごく情報を精査する癖がするんですねずっと、ですからこう水槽の話をした時に、私のもう一人共同経営者の方がいらっしゃるんですけど、すごく厳しい方ですね。で、私が行った時に、いや、また糸数さんは騙されてるんだよと、もうしょっちゅう騙されるので僕も物事を性善説で見てるのでですね、世の中みんな悪人がいないと思って何度も騙されてるというの気づかない、ね、能天気な男なので、彼女が一緒に行こうと説明会に、はい、で、彼女はもう本当に純さんみたいなもんですから、会社では社長もよく分かってますけど、それでこう取締りが、もう僕が取り締まられてますから、それで説明会に行って、私がこうサインしたらすぐ出てくださいよって、うさんくさかったら出てくださいよっていうことで、もうサインも決めて、ただね、水素っていうのはやっぱり検索するとすごいっていうのは分かってたので、やっぱ玉石混合してるっていうのも分かってたので、その中でこう会場に入って、時間前に入りましたよね、私たちね。でこう話してて、この凄さで、社長のね、社長がいらっしゃって、北条社長が全然お客さんにこびることもなく普通にやってるので、この人何なんだろうと、名刺もくれないで、なんだこの人はサービス業じゃないのかと思って、それがうちのクリーは気に入って、彼女もすごくそういうところがあるのでね、山下社長ね、すごい。でこう聞いてて、途中から僕が彼女にこれ買おうって2台買おうって言って、で僕ら2人でじゃあこれ現金で買おうよって、自分たちで自分のポケットマネーでですね、ということで使わせてもらったんですけど、でちょうどその時私たち のパートで来てる女性の全身ね、アトピーの子供、ね、彼女がもうそばでね、すぐお金もらってるんじゃないかっていうぐらいね、使ってすぐ効果がありますよねあっという間に、ね、それで私どもすぐもう工場社長と土井さんにですね、もうすぐ買うからお金出すからすぐ送ってください、すぐ送ってくださいっつって、ですぐ来て、僕一番大きく変わったのが、水戸さんもそうだと思うんですけど、私すごい近眼、目が悪いので、で目がですね、今私免許証は眼鏡仕様なんですね、だけども
もう本当にメガネをもうかけないでも普通に運転ができるっていう。土井さんと同じだ。だから僕は土井さんが行った時に、また前唾だなこの方って。怪しいなって思いましたね。ちょっとこの男持ってるなと思ってたんですね。でも実際自分が僕はメガネを忘れるともう運転できないので必ず探してたんですよ。3本ぐらい持ってて、で気がついたら目が全然良くなってるし、そうですよね。であと何ですか、この近眼っていうんですか、老眼、あれもなくて見れるっていうのがこれめちゃくちゃ不思議。そうですよ、僕もね乱視と老眼なくなったんですよ。だからまあ、僕は眼鏡等ではないんですけど、夕方になるともう像が横にもブワーッとぶれちゃって、信号機2つ並ぶんですよ、6個電球がこう並ぶんですよ、それぐらいひどい横乱視だったのが、今ぶれないですからね。不思議ですよね。それと僕ずっと長年ですね、うち家系がアトピーなんですね。でずっとアトピーの薬飲んでるんですよ、ずっと。でだいたい2ヶ月ぐらいに塗り薬と飲む薬やってたんですけども、もう全身痒いんですね、とにかく、右足と左足の真ん中ぐらいですね。名前で言えないんですけど、もう言えないところが、あの辺りですね、あの辺りが痒くてですね、つけても耐性がついてるので薬が効かなくなってくるんですよ。あ、そうですね、だんだん強くなっていますよね。そう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 、でそれがですねもう切れたっていう考えられないんです、僕の中には。薬が切れたっていう、だから痒くないし、その辺が他にもねやっぱり髪の毛とかあるんでしょうけども、それがやっぱり僕はびっくりですね。みどりさんも、そうですよね、嘘のような本当のお話、ちょっと一旦 CM 入りましょうね、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のはね、今日日曜日皆さんどうお過ごしでしょう。もうね、私自身もびっくりですね、やっぱり毎週毎週心臓に悪いかなっていうぐらい本当にびっくりしちゃうような、そんなに良い方向にね向かわれるドクター水素ボトル、これね毎週のようにちょっとお聞きしてますけど ね、まあ、アトピーの方は結構私のお客様でもいらっしゃって、どうもそのお医者さんになぜそんなことが起こるのかっていうのを質問した時に、いやもうこれミトコンドリアのレベルの糖の代謝が変わって、きちんとした皮膚が新たに生成してこないとこれは収まりつかないんだよと。だからまさにそれが起こってるから、こう皮膚が整然とこういい皮膚が積み重なっていて、ガシャガシャになってるのが改善してくるってことが起こってるようなんですね。で皆さんがそうおっしゃるので、井戸方さんもそのお一人ということになると思うんですけど、本当ねこれテレビじゃないのが残念なぐらいなんですけど、なんていうかこうつるっつるしてるですもんね、お顔たちが。正直申し上げますね、若返りましたです。若返りましたね、本当にね、はい、ありがとうございます。いやいやいや本当になんか嬉しくなっちゃいますね。はい、なんか御年還暦ですか ね、素晴らしい。なんか逆にそのぐらいからこう若返るってね、やっぱ素敵なことだなと思います。いやいやいや水素の力ね、皆さんこれ本当嘘音と思ってらっしゃると思うんですけど、まあ本当にね体験というね、ことから始まると思います。ぜひね、体験会っていうのをやってますので、なんとかこう嗅ぎつけてくださいね。ラジオ局ね、 FM 技能は FM 講座電話していただいても分かるのかな、ちゃんと山内さんにね伝えとかないといけませんね、行ってね、はい、というわけで2月はね、はい、上旬にまた、はい、6日ぐらいからかな、はい、7、8、9ぐらいにねやると思いますし、はい、で共同経営者のクリュー、あ名前言っちゃうクリューさんはね、そんな怪しくないみたいなところだったのが、結構でも説明会ではなんかちょっと小躍りしてたぐらいな印象が私あったんですけど、ね、指先のね血流を見てもらうことをいつもやるんですけど、あの時もねすごいリアクションされてましたよね。彼女やっぱ大学病院 の教授秘書を16年やってた経験があるので、ものすごくエビデンスにこだわるんですね、
だからごまかし聞かないですよね、そういう方はね。16年もずっとね、はい、あの教授の秘書やってるし、はい、そういうだから。そうですね、うん、私もよくお医者様の前でね、あの説明会とかもやるんですけど、先生ちょっと私言い過ぎたりしてないですかって聞いてもね、いや大丈夫だよ、あれ全然 OK だよって言って、よく言っていただくんですよ、そういうことも。なのであのまあそういうことで、まあ会ったことをお伝えしてるだけなんでね、そもそもが、うん、社長オーバートークしませんもん ね、 そうですね、あの北条社長も土井さんも ね、はい、ね、すごい、ね、このラジオ聞かれてる人はまたまたっていう、またまた思われるかもしれないんですけど、うん、本当のことなんでね、うん、そうですよね、はい、なんかね、あれですかね、あのあまり大きく言えないんですけど、水素のせいかわからないけど、うちの社長まろやかになってますね、性格が。あのそれは一つは、あの活性酸素を水素取っちゃうので、あのなんていうんですかね、こうイラッと来なくなるんですよ、穏やか。だいたい皆さん、あのちょっと喧嘩っ早い人が、うん、あのおとなしくなったとかね、丸くなったとかっていう話はよく出るんですよ。だから、まあ、活性酸素がこう消えてくれてるおかげで、自分の体のストレスがこう減ってきてるっていうことで、どうもそういうふうな性格もちょっとこう穏やかな感じになってるみたいです。多分次回話すと思うんですけど、社長みどりさんはあの髪の毛がすごくツルツルになってるって、あそうすごい言ってました。すごい、そうですね、ツルツルツヤツヤになりますね。ツヤツヤになるって言ってた。11月からなんですけど、一応なんていうかな、実験的にあの最初プレゼントで配ってたんですが、1月から正式発売をしたあの、スプレーボトルの上にこうガチャンってはめるミスト、うん、スプレー、はい、これを髪の毛にかけると本当に髪の毛が、まあもともと水素水かけるだけでもそうなんですが、うん、あの水素ガスと水素水を両方髪とか肌にかけるっていう、ちょっと優れものの、うん、あのナノレベルのですね、噴霧器って言ったらおかしいんですけど、そういうのを作りまして、うん、これがまたものすごい評判がいいもんですから、それ使っていただくと非常にいいかなと思います、ね、こうなんて言うんでしょう、やっぱり嬉しいですね。いや嬉しい、もう本当に、ね、皆さんが良くなるのが一番嬉しいです。うん、あの笑顔がね、やっぱり先ほどおっしゃった、まあ、性格がね荒い人かではないんですけど、やっぱりちょっとこの穏やかになる理由なんか分かる気がします。前ちょっとね、北条さんから出てたあのちょっと鬱、それこそ、ね、方がやっぱりそういうよくなって穏やかに ね、うん、活性化しちゃうようなところっていうのも、やっぱり全身にね、みっちりとこう、みっちりとじゃないかな、まあ、さらっとなのかな、血流が良くなることによって ね、 そうですね、脳の血流が大きく、あの関わっているようですのでね、鬱の場合は脳の血流不足で起こるって言われてます。いやいやいや、今週もね、あの素敵な、三国、グループから糸数社長と WOE スト、はい、でドクター水素ボトルの北条さんを迎えてお送りしたんですが、で皆さんぜひぜひちょっとね参考になればと思います。体験館にお越しいただけるようお勧めしています。はい、パーソナリティ土井秀人がお送りしました。嘘のような本当のは、また来週、今日は糸数さん、北条さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。